いつの時代のギャル次の朝ドラ、おむすび。橋本環奈のギャル姿に違和感突っ込みが入るわけ。あと2週間で、現在放送中の伊藤沙イ30、主演の NHK 連続テレビ小説、虎に翼が,が最終回を迎え、9月30日から橋本環奈25が主演のおむすびがスタートする。主要キャストやドラマのビジュアルが続々と公開されているが、 16日に解禁された橋本の強烈な姿にはツッコミの声も。おむすびは、橋本演じる平成元年生まれのヒロイン米田タが高校時代にギャル文化と出会い、やがて栄養士として人の心と未来を結んでいく平成青春グラフィティ作品。物語は、ケツが福岡で青春を謳歌する高校時代2004年からスタートする。 おむすびにはギャル文化が重要なテーマとして登場すると発表されています。そのため番組公式 SNS は16日、橋本さん演じる黒髪の女子高生、キケツがギャルに激変したビジュアルを公開したのですが、当時のギャル文化を知る世代から違和感を指摘する声も寄せられています。女性誌編集者。解禁された橋本の写真は、 金髪、明るいピンクのトップスにへそ出し、ホトパンツ姿。派手なネイルに濃いメイクダッシュ以下にも平成のギャルという感じのコーデで着飾り、劇的に美女変した姿。似合う、可愛い,いといった声が多く寄せられている一方で。違う気がするのは、今見てるからかな白黒あゆ、浜崎あゆみだったり、制服着崩してルーズ、厚底、チビティ。 隙あらば配備、パラパラなどなどのイメージが強い。これはこれで可愛いけどね。これいつの時代のギャル白ギャルでこんなファッションいないよ。まだ山ん系、顔は黒塗りで唇は白ならわかるけど。色い々ろいろと設定めちゃくちゃすぎて。ギャルよりも仮装っぽいです。その当時金髪はブリーチで傷んだまばらな金髪ですし。 色黒でシルバーとかのアイシャドウとかのヤマンバという文化でしたので、など、当時のギャルらしくないというツッコミの声が多く寄せられているのだ。服装は攻めた黒ギャルよりだけど、ガングロどころか肌は黒くはなく白いし、メイクの雰囲気にはどこか白ギャルらしさもある。白ギャルと黒ギャルをミックスしたような、ちぐはぐなコーデだと指摘されています。ヘアスタイルも、 当時のギャルの間では、不揃いなシャギーが流行していたのに、今回の橋本さんは、毛先が揃ったパッツンヘアーである点にもツッコミが入っていますね。全道全文公開、綾瀬せはるかジェシーがラスベガスに4泊6日旅行。おばあちゃんの家に連れて行く、ジェシーの理想のデートプランを実現。カジノやリゾートホテルなど、きらびやかなネオンで彩られた観楽街。 そこから少し足を伸ばせば、真っ青な空と赤い岩山が連なる雄大な大地が広がる。初めての二人だけの海外旅行は、このアメリカ西部の観光都市に決めていた。そう、この旅は特別な意味を持つから。写真、空港を出る全シンクロの綾瀬遥か。他、直後に出てきたジェシー、美肌な電話中の綾瀬、キャリーバッグを持つジェシーも。 暦の上では秋だが、連日真夏のような暑さが続いた9月上旬の昼下がり。千葉県の成田空港も、夏を思わせる鮮やかな色の符を着た人たちで溢れ返っていた。そんな中、全シンクロのファッションに身を包み、異質なオーラを放つ男女が別々に帰路を急ぐ。その日、海外から帰国したのは、綾瀬はるか、39歳とストーンズのジェシー。 28歳だ。多忙なスケジュールの合間を縫ってでも彼女がどうしても行きたかった場所、それはベーラスベガス。日本を代表するトップ女優と今をときめくアイドルの熱愛を本市女性セブンが報じたのは今年7月のことだ。昨年8月公開の映画リボルバーリリーで共演した二人は撮影後連絡を取り合うようになり交際を開始。現在は アヤセが暮らしていたマンションで同性生活を送っている。このタイミングでのビッグカップルの誕生とファンの反応に予想外の連続でした。と話すのはある芸能関係者だ。ストーンズは今年が結成10年目で、さらにデビューから5年目という節目の年。その記念すべき年を盛り上げようと、今年から2026年までを。 レイズ・アワ・バイブス・イヤーズ2024、2026と名付け、様々な活動に精力的に取り組むことになっているんです。そんな最中の熱愛報道だけにファンの反応が気になるところでしたが、蓋を開けてみれば、祝福するファンが大半でした。報道された内容からも、ジェシーさんが本気でアヤセさんを幸せにしようということが伝わっているからでしょうね。芸能関係者。 その本気度は、この夏二人が選んだ旅先にも現れている。ジェシーさんは昨年から、2024年内にラスベガスへの里帰り計画を周囲に話していました。当時はしばらく帰っていないようだったから恋しくなったのかなと思っていたのですが、今思えば、彼女と二人で帰ることに意味があったんですね。前室、芸能関係者。